世間の皆の人生の社会の人、今日は何かというと、お待ちかねのこれです。 NHK さんですね。来ましたね。ムカついてます。何でですか？うちの事務所にテレビなんかまずないんですよね。玄、ちゃんとこもちっちゃいテレビ潰れてもんでもないんですよ。はい。玄ちゃんのとこと、はい、ここに来たんですよ。なるほど。2つもね、うん、これ1個は多分手で入れとるんですよ、うんうんうん、入れんなとは言いませんわ、うんうんうん、いや入れんなですわ、うん、正味、うん、こんなね無差別にね、うん、オレオレ詐欺と変わんないですよこれ、うん、ほんまに。日本放送協会、うん、NHK ってみんな知ってるやん。はいはい、知ってますね。あらなあかんすよって、国民の義務ですって、うん、お年寄りテレビなんか潰れてて見てなかったとして、はい、でもこれ来たら払ってしまうかもしれない。うん、確かにね、うん、何が腹立つって契約書が入ってんのよ。うわぁやばない。押し売りやん。押し売りやん。ほんまに見てなくてもこれ書けってことわかります。テレビなかったらいいですよとか書いてないのよ、そんなんが。もう契約する前提で、ね、前提やねん。どこにもないね。書いてある？いや書いてない。なんかルールを守り、ルールを守り、きちんと受信料をお支払いしてる方が不公平とお感じになることがないように。いやだから、ないっちゅうねん。さあそういうことで今から事務所を探索します、はい、どうぞ、はい、ついてきてください。はい、見ましょう。見てください、はい、まずここテレビないです。ぐるっとぐるっとないですね。そのぐらいのケースあるの。はい、次ぐるっと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 、はい、後ろ、はいはい、皆さんおなじみのここインターホンですね。はい、はい、どうですか、テレビありますか。ぐるっとぐるっと、ないです。ないです ね、 ね。はい、次事務所行きましょう。ぐるっとぐるっと、もう一部屋あります。はい、じゃああっち行きましょう。はい、こっち来てください。はい、どうですか、ありますか、何か。ないです。どうですか、何かありますか。ぐるっとぐるっと、全部パソコンです、うん、何もないんですよ、何一つ。うん、うん、これよく入れたなと。ねえ、確認もせんと。これ無差別でしょ、うん、全員に送って。ねえ、マジランダムっすね。ランダムに、うん、なるほど。さあということで、なんで入れたのか経緯を知りたいので、はい、電話したいと思います。イェイ。あ、そしてついでなんですが、みんなの携帯これ全部 iPhone です。はい、ワンセル受けれません。はい、マイコンです、大丈夫ですよね。はい、僕ら京都放送局ですね。NHK 京都放送局営業。はい、ではかけます。はい、こちらは NHK 京都放送局です。応対品質向上のため録音させていただいています。NHK 京都放送局営業部でございます。あ、ちょっといいですか、すいません。はい、ご連絡ありがとうございます。ちょっと私びっくりしてるんですけど、今あの手紙届きまして、はい、お手紙が、はい、はい、放送受信契約についてのご案内って書いてますが、はい、私テレビなのになぜこれ送りますですか。はい、お調べいたします。恐れ入ります。お客様のですね、その、 郵送物の中にお客様番号というふうに書いてありまして、3桁、4桁、3桁にわたる数字が書いてませんか。お客様番号というふうに印刷してあると思います。 そんなもので管理してるですか。さようでございます。それは一人一人勝手に管理してるんですか。お申し込みいただいた方に割り振られているお客様番号でございますので、どこにも書いてないです。ですから、お名前、カタカナで書いてございませんか。何も書いてないです。何を書いていない。NHK、ちょっとあなた話早からちょっといい。NHK からのご案内です。はい、内容をご確認いただき、これを何て覚えですか。ご確認、お早めに、ね、ご返送お願いします。NHK ふれあいセンターってなってます。あ、そうですか。大きい封です。テレビがなければ返送は不要でございますので、恐れ入ります。テレビがないお客様の場合は不要でございますので、捨てていただけますでしょうか。なぜ捨てなきゃダメですか。お宅おかしいですよ。送るだけ送っていらなきゃ捨てろって、おかしいでしょ、やってる方。違いますか。お
住所かの確認をさせていただいてもよろしいでしょうか。京都市ちょっと待って、謝るって何ですか。さっき住所を教えてくださいって、私勝手にあなた捨てろっていうことに対して怒ってることに対して、あなた住所を教えてください、おかしくないですか。恐れ入ります。あの内容の確認をさせていただいてのご案内になりますので。え、内容はないですよ。テレビがない、封筒が来た、何ですか、はい、これだけです。内容は何も確認することないでしょ。あの営業の一環で、あの各お客様のお宅にご投函をさせていただいております。あの申し訳ございませんが、これ投稿テレビがないという状態でしたら捨てていただけましたら助かります。いや、取りに行けてほしいです、住所を言うので。あのそのようなことをしておりませんので。じゃあ送らないでください。いらなきゃ捨てろ、勝手に送る、おかしいでしょ、あなたたちやってること。だから NHK 嫌われるですよ。申し訳ございません。な、あなた同じことされたらどうですか。勝手に意味わからない郵送物来て、これ何ですか。あ、いらなかったら捨ててください、おかしいでしょ、やってること。あの営業の一環で、あのご送付させていただいているものが。営業の一環、営業の一環でどういうことですか。営業の会社ですか、お宅。受信機、あの、ま、テレビがあるお客様に対してご契約をお願いする活動を進めております。じゃあ確認してから入れるの普通じゃないですか。しかもその文言一つも書いてない、あなた。テレビなかったら捨ててください、何々って、布団にそしたら書いたらよろしくないですか。恐れ入ります、申し訳ございません。これはおかしいです、取りに来てもらわなきゃ。私なぜこれ捨てるですか。私京都はゴミ袋有料ですよ。45リッターで何百円するんですか。これどこかのゴミ箱捨てますですか。私たち京都ゴミ捨てるお金かかります。はい、それ勝手に捨てる人で、ね、もまたかけ直せます、もう一度。嘘やん。取りに来てくれへんやん。ねえ、ひどいっすね、うん。やりっぱなしやん。やりっぱなしやん。えぐ。いや、俺ね、NHK で働いてる人もいるやろし、うん、いいとは思うねん。はいはいはい、そうですね。こんだけのもんをね、うん、ゴミ袋に。そう。いらなかったら捨ててくださいっておかしくない。強気ですしね、言い方も。めっちゃ強いよね、言い方。女の人やし、あんまり強く言わんとこうかって思ったけど。うん、ひどいわ。テレビないかわからんところに、ね、バッサバサ入れてくの。ホストに全部入れるんでしょうね。いやいやいや、まあこういうね、うん、ことなんですよ。テレビがなくてもこうやって封筒入るんですよ、うん。まあ今日なんでこんなことをしたかというと、うん、インスタグラムとかのメッセージで、はい、NHK から封筒が入ってるんで怖いんですっていうメッセージがあったんで、うん、いやテレビとか受信する設備なかったら捨てていいんやでって思ったんやけど、はい、取りに来てくれへんのかなって、うんうん、本人が入れたんやし、うん、そう、本人が取りに来たらいいっすや、うん、そうですね、うん、僕何回も営業してた時に投函しないでくださいねって、うんうん、いらないものはって入れてしまったりするやん、営業やから。はいはい、何回も菓子折り持って謝りに行ったことあんもん、うん、でもそこまでやかってもちょっと逆に炎上してしまいそうなんで、はい、普段やったらそこぐらいまで、うん、取りに来いって言うんやけど、ちょっとこれは動画上子供さんも見るので、そうですね、よろしくないかと思いますので、うん、はい、今日はこんな感じで、はいはい、思いました。まあひどいですね。はい。まあまあ NHK さんは敵にどうのこうのじゃないけど、うん、こういうとこ、そう、コロナやしゃあないかもしれへんけど、うんうんうん、こういうとこ、うんうんうん、それやったらちょっとぐらいチャイム鳴らして、うん、すいませんと、封筒だけ投函させてもらってますと、あの受信料がもしありましたら投函しときますので契約してください、うん、ないですと言ったら入れんかっただけなんから、うん、いろいろ大変な時期ですけどね、はい、ネットで普通に契約して見たい人だけが見れる、うん、早いことスクランブル放送に変わってください。はい、はい、そういう形でよろしくお願いします。お願いします。それではみんな、バイバイ。バイバイ。